人生の後半は物や中身を選ぶよりも人は選ぶ。何をするかではなく誰とするかを考えてみましょう。どんなに楽しい場所に出かけたとしても、一緒に行く同伴者が気の合わない人だったり、価値観が違う人だったり、すぐに不平不満を口にする人だとしたら、せっかくの旅行も台無しです。お釈迦様は言いました。もしも常にこの世を歩んでいくときに明敏な同伴者を得ることができたならば、あらゆる危険困難に打ち勝って心喜び、念意を落ち着けて彼と共に歩め。同じ方向を向いて同じ価値観で生きている仲間、同じ話題を同じように笑顔で話せる仲間、お互いにありがとうと言い合える仲間を見つけることに幸せの本質があります。温かな人間関係の中で生きていくことが天国なのです。